わあ、でもなあ、俺の子供が。まあ、わかるよ。悲しいな。でも、いずれほら、みんな食われて死ぬわけじゃん。そんなのみんなあの赤いぐらいになってみや。まあね、そうなったらもう。だったらせめて尾形君の手でね。どうする、油いくひどく。だってね、エビとかもさ、生きたもの食べる。でもさ、ザリガニ食べれるみたいで、水卵があって、だから油で揚げる。でもその跳ねた油を嫌だな。これ、キスワーゲン。さあ、行くっすね。食べてね。動画撮るから。じゃあ負けな。めっちゃ可愛いね。結構多めに。おばちゃん、はい。ここ油を。じゃあね、心の準備がいるわ、これは。ここ油多め。辛いもん。でもこれ低温から食べた方がいいですよ。で、じわじわ一個、じわじわ。急にカラッと油に。そう、急にカラッとっちゃうとさ、死んじゃうかもしれない。焦げて終わっちゃう。最初死んじゃうよ。低温から行くと、じわじわ一個、気がついてくる。二度揚げ、二度揚げ。唐揚げして、はい、一過性をじっくり揚げて、最後カラッと高温で。ザリガニを小和田君の枠で食うのはいいけど、すごい辛い気持ちになってる。食うのはいいけど、美味しかったな。美味しく食べたら全てが生まれる。なんかお父さん辛いよな。カラッと揚げてあげようよ、一瞬で。今余熱だから、じわじわいってないんで、やっぱり。じわじわだと苦しむから。あー。やめよう、あー、やめよう。ないよ、ないよ、ないよ、ないよ。なんだよ、そうじゃん。愛着なくても生しらす食ったでしょ、生きしらす。そうですね。僕はね。そうですね。あーってなったら、一旦しかないと。あー。あー。すごいかわいそう。あれ？あなたさ、熱くないんじゃない？そうかわいそうに。油がさ、上がってないんで、僕の腹でかくなってた。あんま抵抗しないんだよ。エビっぽい。エビっぽくなりましたね。ほんまにカッパエビせみたいな。うん、ほんとだ、パッケージこんなんだ。ほんとに真っ赤なんだ。味付けソースか塩か。塩がいいっすかね、やっぱ。でも美味しいわ。え、いいんすか、誰か、うん、みんな欲しがってるでしょ。欲しがってる。冷めちゃう。じゃあね、味付けはモノママで。いただきます。食レポをお願いします。写真撮って、写ってる、はい、ザリガニのさ、水槽の後ろで食べて、あ、水槽の前で食べて。いただきます。はい。顔してる。ちょっとよくわからない顔してる。これあれですか、なんか狼もともとみたいな感じで。食べちゃったな。何もない、なんかビニール袋食べてるみたいな。かわいそうに食べたんです。エビの風味はない。ないですね。あれね、油つけすぎたんじゃないですか。殻の味しかしない。ずっとシュッてあげてね。
殻の感触そうだから油がずっとあったのシュシュだよ多分だから出汁が全部ぬめ逃げたんだよなるほどぬるい中入れちゃったから油の味してんねん僕がちょっとやってみてもういいっす